ネイピア 60HPT211907 年 D ネイピアさんは英国で第一次世界大戦以前からエンジンや自動車を製造していた会社でありまた20世紀の初めから中頃には最も重要な航空用エンジンメーカーの一つであった第一次世界大戦後に製作されたライオンは戦艦機のある時期では世界で最も高出力なエンジンでありまた セーバーの後期型では 3500HP を発生した。ネイピアさんが1859年に製作した蒸気機関ネイピア T23 ロードスター1909年、デイビッド・ネイピアは1785年にアーガイル公爵に仕えるカジヤの次男として生まれた。いとこたちは造船技師になったが、デイビッドはスコットランドで技術者としての訓練を受け、 1808年にロンドンのセントジャイルズ・ロイドコートに会社を設立した。デイビッドは蒸気機関による印刷機を設計し、このうちのいくつかは新聞社、印刷業者であり、英国議会議事録の出版を手掛けるハンサードにも納入された。会社は1830年にサウスロンドンのランベスに移転した。1840年から1860年に、 かけてはネーピアは、成功を収め、設備の充実した工場に200人から300人の従業員を抱えていた。この工場では、正陶工場向けの遠心分離機や、ウーリッジの王立兵器商のための旋板やドリル、弾薬製造設備、鉄道用クレームなど多岐にわたる製品を生産していた。1823年に生まれた下の息子ジェームズが1837年に、 会社に加わり、1867年には父親の後を継いで社長に就任した。そして1873年に父親が亡くなると会社をコインの製造と切って紙幣を印刷するための精密機械の専門工場にした。ジェームズは優れた技術者ではあったがビジネスマンとしては無能であり営業努力を下品なことであると考えていた。 会社の業績は大きく傾き、1895年には従業員はわずか7人にまでになってしまった。そこでジェームズは会社を売却しようと試みたが、失敗に終わった。ジェームズの息子のモンタギューは1870年に生まれ、1895年に父親の技術的才能とともに家業を受け継いだ。モンタギューは アマチュアのレーシングサイクリストであったが、バスロードクラブで意気健康としたオーストラリア人、セルウィン・エッジと出会う。セルウィン・エッジは、ロンドンのダンド・プラバー社の支配人であり、H.J. ローソンの同僚であり、またアマチュアのモーター三輪車レーサーであった。エッジは、彼のパナールの家事棒を、ステアリングホイールに変更し、潤滑系を改良するように、モンタギューを説得した。 モンタ牛はこの内容に満足できず、彼自身の設計による8馬力、直列2気筒で電気点火のエンジンを取り付けることを提案する。エッジはこれに大いに感銘を受け、ダンロップで以前の上司であったハーベー・デュークロと協力して、ロンドンを拠点とするモーターパワーカンパニーを設立して、ネイピアのすべての製品を買い取ることを条件に、 ネーピアに自ら自動車の製作を始めることを進める。最初の注文である6台のうち、はじめの3台は2気筒であり、残りは4気筒であった。すべてが、コーチビルダーのアーサー・マリナによるアルミニウム製ボディにチェーンドライブを備え、1900年3月31日に納入された。エッジは400ポンドを支払い500ポンドで販売した。1912年に、 エッジとの論争の果てに、ネーピアは、エッジの持ち分と販売会社を買い取った。この時には、生産数は年700台近くまで増大していたが、その多くは、ロンドンのタクシーとして販売するために供給された。この年には6つのモデルが生産されただけだった。ネーピアの最後の自動車は、ライオンエンジンの設計者でもある、AJ ロー・リッチの設計による、40、 50HP で377立方インチの合金勢力気筒、取り外し可能なシリンダーヘッド、サイチェシー、7組のベアリングを備えた、クランクシャフト、2組のマグネトーと点火コイル、二重の点火プラグ、そしてネーピア、SU キャブレターを備えていた。当時子会社であった、コーチビルダーのキュナードによって車体が取り付けられた。 1924年までの間に全部で187台が製作され、そしてネーピアは自動車の生産から撤退した。総生産台数は4258台であった。自動車レース以外の分野では、ネーピアは1904年に初めてカナディアンロッキーを横断した自動車として名声を博した。これは、 チャールズ・グリッテン夫妻がボストンからバンクーバーに至る3536マイルを走破したものである。他のどの英国ブランドも得ることができなかった自動車レースによる知名度の価値が認識されるようになり、春にエッジは 8HP のネーピアでエドワード・ケナード夫人の代理として王立自動車クラブの1000マイルトライアルレースに出場する。ドライバーはエッジで、 同場のケナード夫人と共に、ニューベリーからエディンバラまでを往復する周回コースで、クラス優勝を果たした。このレースでは64台が出走した中で、完走したわずか35台のうちの1台であり、また、イングランドでは、平均時速12マイルパーアワー以上、スコットランドでは、平均時速10マイルパーアワー以上という規定を、クリアしたわずか12台のうちの1台であった。 1900年の6月になると、8台の 16HP が発注され、その1台でエッジは837マイルパリ、トゥールーズパリのレースに、後にロールス・ロイスを設立するチャールズ・ロールズを、同乗メカニックとして参加する。この301.6立方インチサイドバルブは、点火コイルと冷却系統にトラブルを起こし、乾燥することができなかった。 1901年にモンタ牛は満足できる高速性能を持つ自動車を設計した。これは995.5立方インチ、サイドバルブ、4気筒、800rpm で最大出力 103hp、ホイールベース1 1 5チに4足変速機、チェーンドライブであった。50hp と呼ばれたが、ロールスのための1台を含めて、わずかに2台。 ないし三台が完成しただけであった。エッジは1901年のゴードン・ベネット・カップにこのうちの一台で参加するが、途中でテストすることしかできなかった。モンタ牛が同乗メカニックを務めた。50HP はダンロップ製タイヤには出力課題であり、新たに取り付けられたフランス製のタイヤのために失格になってしまった。というのもこれが車体と同じ国で作られたものでは、 なかったたたためめでであるこれに続くパリリボルルドーラリーでラララはクッチのトラブルのトブタイヤし1902年のゴードン・ベネットカップでは、シャロン・ジラルド、ボイト、モールそしてパナールの3台の自動車が、フランスのために競い、エッチがネーピアで、また2台のウーズレイが参加した。この時のネーピアは3速のシャフトドライブ、392.7立方インチ4気筒。 44.5HP で、エッジと彼のいとこが操縦した。後にブリティッシュレーシンググリーンと呼ばれることになる、緑色をまとった、この車は、他の参加者がすべて競技中にリタイアしてしまったための不戦勝ではあったが、平均時速31.8マイルの記録で、ともかく優勝する。これは、国際的なモータースポーツにおける、英国の初めての勝利であり、 また1923年にヘンリー・シー・グレーブがフランスグランプリで優勝するまで繰り返されることはなかった。1902年のワールドツアーでのチャールズ・グリッテンさらにまたネイピアはグリッテンツアーをニューヨーク州北部で開催するようチャールズ・ジェイ・グリッテンを促した。この結果ジェノバ工場に加えてボストンにも工場を設置するようにグリッテンに説得されるが これは成功しなかった。ジェノバ工場は1906年から1909年までサンジョルジオの名前でネーピアのライセンス生産を行った。自動車の生産数は1903年には250台に達し、ランベス工場が手狭になった。このためロンドン西部のアクトンの新工場への移転が行われた。この年の10月16日、 ネーピアは1904年に6気筒の自動車を販売すると発表した。そしてこれは最初の商業的に成功した6気筒車となった。この車は驚くほどスムーズで柔軟な 18HP301 立方インチで3足のギアボックス、チェーンドライブを備えていた。さらに5年のうちには英国だけでも62もの6気筒車のメーカーが存在していた。これには コードモーター社の1906年型モデル系も含まれる。ネイピアの1902年の優勝によってゴードン・ベネットカップの開催の任が英国にもたらされた。そしてダブリンの南で1903年のレースが開催され、3台のシャフトドライブのネイピアが後に有名になる緑の塗装で英国の名誉を守るべく参加した。 二台の470立方インチ 45HP4 気筒には、チャールズ・ジャロットと JW ・ストックスが乗り組み、そしてエッジが 80HP のタイプ 5K に登場した。ジャロットとストックスは大破し、エッジは部外者の助力を得たことから失格となった。この一年は、ネイピアのレース活動にとって良い年ではなかった。パリ、マドリッドラリーでは、 マーク・メイヒュー・中佐の運転する 35HP が操縦を失って木に衝突した。1904年のドイツでのゴードン・ベネット・カップではエッジの警護は良いところがなかったが新型の920立方インチ6気筒の L48 に高度810を思わせる外付けのラジエーターを取り付けた車体が9月にアイルランドのポートマーノックで行われた。 ベルベットストランドスピードトライアルにおいて、マクドナルドの操縦で、速度記録を達成した。1905年1月に、再びマクドナルドが L48 に登場して、フロリダ州オーモンドビーチにて、区間1マイルで104.65マイルパワー,ーの、速度記録を達成した。この記録はすぐに、HL ボーデンのメルセデス車に破られたが、後に、この記録は認められなかった。 多彩なマクドナルドは1905年に満島で行われたゴードン・ベンネットカップの予選でワークスのドライバークリフォード・アープからレースを引き継いで L48 を走らせ9位に入賞した。エッジの秘書ドロシー・リービットは1905年にブラックプールとブライトンスピードトライアルで警護の発展型である 10HP を運転し、またその翌年には ブラックプールスピードトライアルで L48 を走らせ、エッジと並ぶスピード記録を作り、またキロメーターランセで90.88マイルパワーという女性記録を打ち立てることで、その才能を示した。1907年には、ネイピアでは1200人が働いており、年間におおよそ100台の自動車を生産していた。彼らは、レース活動の打ち続く成功に支えられていた。この年には、 ブルックランズサーキットが開業し、ネイピアの技術者である HC トライアンがオープニングイベントで 40HP のネイピアで優勝した。また6月にはエッジが1581マイルを平均時速65.905マイルで走破する有名な24時間の走行記録を 60HP、589、立方インチの6気筒で打ち立てた。 この記録は18年間破られることがなかった。サムソンという愛称の L48 がこの施設の最初の2年間で有名になった。1908年にはネーピアのフランク・ニュートンがストロークを 178mm に延長した L48 で半マイルを時速119.34マイルで周回した。ネーピアの最後のレースでの優勝は1908年の ツーリストトロフィーにおける4機動車によるもので、ハットンの名義であった。これは6機動車の評判を守るためで、ウィリー・ワットソンの操縦であった。しかしフランスグランプリでは、オフィシャルが取り外し式のワイヤホイールが不当な優位性であると主張して、その顔面差を悪名高いものにした。さらに、ネーピアがレース活動から手を引いた後も、そのライオン航空エンジンは、 マルコム・キャンベルの1927年のネイビア、キャンベル・ブルーバードや、1931年のキャンベル・ネイビア、レールトン・ブルーバード、1929年のシーグレーブのゴールデン・アロー、1939年から1964年まで、記録保持者であったジョン・コップのネイビア・レールトンや、レールトン・モビル・スペシャルなど、多くの陸上速度記録競技車両に使用された。 ネイピア製、モーターヨットを操縦するドロシーリービット1903年1905年のネイピアレーシングモーターランチネイピアは、船舶用エンジンと大型ボートに進出した。1903年に s ッ h のネイピアランチがアイルランドのコークハーバーで行われた第一回の英国国際ハームズワース杯で優勝した。40フートの鋼鉄製船体のスピードボートで、 三両のスクリューを備えており、ドロシー・リービットの操縦で19.3マイルパーアワーを記録した。ボートの所有者であり競技参加者であるエスカ・エッジの名が優勝者としてトロフィーに刻まれている。三番目の乗組員がキャンベル・ミューアで、彼もまた操縦を受け持った。1903年8月8日、リービットはカウズでネイピアを操縦してレースに勝った。 その後リービットは英国王エドワード七世から王室ヨットに招かれてその勇気と技術について称賛を受けた。これに続いてボートの性能についてやその英国政府の平坦業務についての潜在的な可能性について話し合った。8月末にリービットはフランスのトロービルのガストンメニエールファイで優勝した。これは5マイルの会場での世界選手権大会であり。 優勝商品は1750ドルの賞金であったと記録されている。I1903 年10月にはリービットはトロービルの海上チャンピオンシップに優勝する。そしてフランス政府はこのボートを1000ポンドで購入した。1905年型ネイピア2型ボートが区間に1マイルでほぼ30ノットの世界、水上速度記録を樹立した。ネピアライオンエンジン第一次世界大戦の初期に、 ネーピアは、他社で設計されたエンジンを製作する契約を結んだ。当初は、V 型12気筒王立航空工場モデルの RAF3 であり、それに続いて、V 型8気筒3ビームアラブを製作した。どちらのエンジンも信頼性に欠けることが分かったため、1916年にネーピアは、これらに代わるエンジンを自社で設計することにした。この努力の結果こそが、 W 型12気筒のライオンである。このエンジンはネーピアのベストセラーとなり、やがて他のすべての航空用エンジンを駆逐してしまうことになる。このライオンは、マルコム・キャンベルのネーピア、キャンベル・ブルーバードや、キャンベル・ネーピア、レールトン・ブルーバード、ヘンリー・シー・グレイブのゴールデン・アローなどで、陸上速度記録を樹立するために使われ続けた。 車両の生産は続き、2000台のトラックと救急車が英国陸軍省に供給された。モンタギュー・ネーピアの健康は衰え、1917年にフランスのカンヌに移るが、1931年に死去するまで会社の運営に活発に関わり続けた。第一次世界大戦の間、会社は600機の航空機をアクトン工場で製作する契約を結んだ。 内訳は50機の王立航空工場 RE7 と400機の王立航空工場 RE8、そして150機のソッピーススナイプであった。1919年には6リッター、6気筒の T75 によって民生用自動車の生産が再開された。これらのモデルは非常に高価で、ロールスロイスシルバーゴーストとほぼ同じ程度の価格であったため、 1920年代の初めには売り上げは下落した。1924年には自動車の生産が打ち切られた。1931年には破綻したベントレーの買収が試みられたが土壇場になってロールスロイスに競り負けてしまう。ネイピアの最後の車両プロジェクトは三輪のトレーラートラック型貨物自動車であったが自社でこれを生産する代わりに スキャンメルに売却してしまった。スキャンメルはこれを数百台生産した。1930年代になると、はるかに大型で、もっと高出力の航空機用エンジンが、他の会社から販売されるようになり、ライオンのセールスは突然終わりを告げた。ネイピアは直ちに、1920年代に、ブラックバーンク配る単発爆撃機で使用された、X 型16機 1000HP の下部エンジンを製作した経験をもとに、新型エンジンの設計に取り組み始めた。この結果が、共に、空冷、H 型のデザインである16気筒のレイピアと、24気筒のダガーであった。レイピアとダガーのどちらも、高端シリンダーの冷却が貧弱であることから、信頼性に乏しいことが判明する。さらにまた、ダガーが出荷された時点での出力 1000HP は、 他社の競合機に劣るものであった。ネイピアセーバーエンジンネイピアは新型のスリーブバルブ方式を使ってさらに大型の H 型24気筒エンジンを1から設計することを決定する。そしてこれは間もなくセーバーという名で知られるようになる。フランク・ハル・フォードの下で設計されたこのエンジンは非常に先進的であったために製造ラインでの 量産が困難であることが明らかになる。この結果、エンジンは1940年までに完成していたのに、量産品の信頼性が認められるようになるのは1944年になってからであった。この時に払われた改善のための努力が、競合機よりもはるかに小型でありながら 3500HP を発生する世界で最も高出力のエンジンであるセイバー。 セブン型へとつながってゆく。ネーピアはまた、航空用ディーゼルエンジンの開発も行っていた。会社は1930年代にユンカースユモ204を英国で生産するためのライセンスを得て、これをカルバリンと呼んでいた。さらに、これをベースにカットラスというナノコ型のエンジンを製作する計画もあったが、いずれも第二次世界大戦の勃発によって打ち切られた。ネイピアは、 船舶用エンジンも開発していた。ライオン航空エンジンを元にしたガソリン駆動のシーライオンは 500HP を発生し、ホエールバック航空級難艇で使用された。ネイピア・デルティックエンジンのカットアウェイモデルネイピアは、戦争中の1944年に英国海軍の小海艇で使用するディーゼルエンジン供給の要請を受けたが、カルバリンの 720HP は、 その要求を満たすにはほど遠いものであった。そこでネーピアはデルティックを開発した。これは基本的には3機のカルバリンをデルタ状に組み合わせて巨大な三角柱としたものである。このデルティックは当時設計された中では最も複雑なエンジンの一つと考えられているが、それにも関かかわらず高い信頼性があり、設計の目的であった魚雷艇や総海艇、 そしてその他の小艦艇に加えて戦後になってからはイギリス国鉄55系ディーゼル機関車でも使用された。さらに第二次大戦中に6機筒300立方インチの車両用エンジン開発が政府から委託されたが、この設計は1945年にレーランド・モーターズに売却されたノーマットエンジン。下部の太いダクトが各シリンダーからの排気ガスを集めて、 後部のタービングへと送り、コーンが除く噴射口から最終的な排気が行われる。ネーピアによる最後の大型エンジンがターボコンパウンド型のノーマットであった。これはディーゼルエンジンとタービンを組み合わせて、そのままでは排気によって失われてしまうエネルギーを回収する設計である。この複雑な設計の利点は燃費である。このエンジンの燃料消費率は今日でもなお、 あらゆる航空エンジンの中で最良である。しかしながら、通常のジェットエンジンでも、はるかに高い高度を飛行することでより一層良い燃費を得ることができたし、その上既存の設計が、市場の低価格帯をほぼ完全に占有していた。ノーマとトはほとんど市場から帰り見られることはなく、結局プロジェクトは、打ち切りとなった。戦後になると、他の多くのエンジンメーカー同様、 ネーピアもジェットエンジンの設計に方向を転換する。大手のベンダーに設計されていない唯一の市場への進出を決定したネーピアはいくつかのターボプロップエンジンを開発する。このエンジンは特定用途を意識したものであった。最初に設計されたナイアドとダブルナイアドは英国海軍艦隊航空隊での使用を意識したものだったが結局採用されることはなかった。 より小型のモデルである3000馬力級のエランドと1500馬力級ガゼルはそれなりにうまくいった。ことにガゼルは広く使われたウェストランドエセックスヘリコプターの複数のモデルに搭載された。ネイピアは1942年にイングリッシュエレクトリックに買収される。1961年にはロールスロイスがネイピアの航空エンジン部門を買収して ガゼルの販売を継続するがエランドは打ち切りとなった。今日ではネイピアはエンジンを製造しておらず、デルティックエンジンの販売が1960年代に打ち切られたのを最後に新たな近代的エンジンの設計は行っていない。ネイピアは現在ではターボチャージャーの主要な供給元として続いており、その製品は多くのエンジンに搭載されている。 1960年代後半にゼネラルエレクトリック・カンパニーがイングリッシュエレクトリックを買収する。後に GEC は GEC ・アルストムの一部門となり、その後アルストムとなる。ジーメンスが2003年3月にアルストムのリンカーン・オペレーションズを買収した際にネイピアのビジネスも取得した。ネイピアターボチャージャーズ社は2008年6月に代表取締役。 アンディサッカーが指揮するマネジメントバイアウトによって G メンスから買収された。この買収はプライマリーキャピタルという未公開の株式会社によって資金を提供されており、その額は約1億ポンドであった。2013年の初めにネイピアターボチャージャーズはワブテックの一部門となった。ネイピアターボチャージャーズは船舶、電力、 鉄道産業用のターボ加球機を製造しており、約150名を雇用している。ありがとうございます。